では今回は久々に実写動画をやっていきます。でゲームの開封動画なんですけど、その今回紹介するのがこのプリパラですね。プリパラで使えるおしゃれアイテム1450ってことでね、すごい攻めたタイトルだなと思って買ってきました。でわざわざ開封動画を撮るのは初回限定版にはそのこの書いてるかな、見えるか、特典カードがついてて、これだけでなんかちょっと紹介したいなと思って撮ってます。久々に生のプリパラカードを見るのが初めてなんで、すごい楽しみにしてます。で気になるのがこれパキれるのかなと思って、セルフパキローなんですけど、ちょっと頑張ってそのパキ音を自分なりに体感したいんですよ今回は。でまあこんな感じです。で普段僕の動画を見てる人はプリパラ知らない人が多いと思うんで、一応説明しておくと、主人公はこの真ん中の紫色の髪の毛の真中ラーラって子なんですけど、小学5年生で、で普段はこういう格好じゃないんですけど、プリパラに行って変身すると誰でも可愛くなれますっていう、でこういうアイドルに変身できるんですよ。ではちょっと話が長くなったんですけど、開封していきたいと思います。あのアニメでも第1期第2期第3期みたいな感じでね、いろいろあるんで、パキッ、あここでパキッしまったな。はい、ソフトはいっか。よし、お見えますね。ちょっとまずこれを、説明書はこんな感じで、最近のゲームとゲームにあるよくある、まあごくごく簡単な両開きの説明書があって、これが人生の初の私のプリチ系ですね。これもそのアーケード版で使えると思うんで、仕事帰りとかね、8時ぐらいに行けば結構誰もいなかったんで、やろうと思えばやれるんですけど、まあ逆に誰もいなさすぎ、店員しかいないんでね、店員がいる中でやるのはちょっと恥ずかしい側面とおつな側面がありますね。これがファッションで、スターランク1400いいね、スターの数、いいねの数とスターのランクはまた別なんですかね。プリズムリンク、メモリアルドレス、プレミアム、これが裏、メモリアルドレスですね。プリパラとプリティリズムをつなぐスペシャルコーデ、勉強になるな。でこれはね、結構多分顔は見たことあります。なんかそのでもアニメでまだ見てないんですよ、この子が登場する回はまだそこまで追いついてないんで、日々精進ですね。プリパラの知識は常にアップデートされていくんでね、そこにキャッチアップしていくためには日々情報収集が必要なんですよ。950いいね、これもスターランク3ですね。でコーデの名前がプリズムリンクメモリアルシューズっていうやつですね。プリパラマガジンか、なるほど、さっきとコーデ同じやね、これ同じやね。プリズムリンクメモリアルヘアアクセ、これぐらいまで髪の毛伸ばしたらいいですよね。なかなか一生のうちでここまで髪の毛伸ばすことないんで。でこれが友チケ、結局パキれなかったな。パキリズミっていうとかな、パキズミっていう、初めて見るんでね、ちょっといろいろわからないことがありすぎる。370万いいね、370万の人から支持されてますね。国民的アイドル、マナカラーラ、名前、好きな食べ物ピザ、このご両親がピザ屋さんなんで好きな食べ物もピザということですね。好きなブランドトゥインクルリボン、学校プリパラ学園小学校5年、小学部5年2組で、これがプリズムリンクメモリアルアクセ、
このポーズはね、かしこまっていう時のポーズですね。この口癖があるんですよ、キャラクターごとに。500いいね、このいいねの基準がよくわからない、レベル30で、ファルル、そうか、名前聞いたことがあります。ファルルはこれ、このキャラクター見たことないぞ。モリアルヘアアクセ、はい、ファルルね。お、これは結構謎なんですよ、この子は。ファルル、好きなブランド、マリオネット、マリオネットミューかムーかですね。そこら辺勉強しときます。友達とおしゃべりするのが大好き。謎に包まれてるけど、割とフレンドリーですよっていうことですね。はい。ゲームの方もね、ちょくちょく実況動画を上げていきたいと思ってるんで、まあ、よかったらそっちもそちらの方も見てくれると嬉しいです。